はい、そんじゃ、まあ、細かい手直しもちょっとしてきたんでね。あそこクリアチェックしてね、投稿していきますかね。はい、やっと、また戻ってまいりました。まあ、この赤な子の子は、もうちょっと、こっから先に集中力いるんで、まあ、解説先にしますけど、だから太陽が出てくるんですよ。あの、厄介的なね。まあ、原作では。マリオ3で追加された、まあ本当に厄介だったらしいんですよ、原作では。まあ自分はやったことないんでよくわかんないんですけど、まあそれが、のこのこのコーナーを、あ、こいつですね。のこのこのコーナーを程度倒せるので、まあやれる人はやってみろってことですよね。自分はやらないですけど。ああ、お前それが一番やたい。はい、持ってまいりました。まあここまでの理由はさっきストレス通りなんですけど、まあ投げちゃいましたけどね。まあここにある資料素が、まあこの場所、オフスイッチ、シーソー、まあ太陽、ブンブン、あの横に動くロス、あの、あと、パックにつけるパラシュート。これですね。あと、このクレーンゲーム。ああ、もう、そうですね。このクレーンゲームが実は何気に一番強いです。ここに置いて。はい、戻ってまいりました。ちょっと集中しましょう。まああの、クレーンゲームが、あの、クレーンが一番うざいんですけど、ああ、積んだおう、なんか自分で今初めてカノンコーナーでハイヤーフライになったんですけど、なんかね、カノンコーナーで踏んだら、あの、跳ね跳ねてても一発で死な、放せるんですよね。カノンコーナー強いわ。やりましょう。それ、ね、カノンコーナー、やったままハイヤーフライ投げる、なんか面白いな、これ。なんだろう。子供向けの、あの、動物の予防みたいな感じにしますね。はい、ここに置いて、まあ、シーオスはさっき言った通りなんですけど、今ある、ここで一番うざいのは、まあ、このクレーン。ああ、いかん。はい、こうやって捕まえて、動けなくなるので、ああ、ほんで2番目が横に動くロス。まあ、今いないですけど、お、やっていけた。うわあ、まさかここで死ぬとは思ってなかった。くそ。危ない。ああ、おわ。やっちゃった。ちなみに、このステージ、火山をなんかイメージしてるのわかりますかね。まあ、この雪が降り積もってる感じが、まあ、山頂っていう感じで、まあ、ここが火口で、まあ、そんで、こう、中が、この、火口の中みたいな、そういう感じですね。はい、はい、やーよし。よし、フルでいけた。いいね。これ一応、やばい、一番いいぞ。よし。まあちょっとね、こうやってご利用しないと自分の腕前じゃとてもクリアできないんで、危ねえ粒の子だったいや、あれね、オフスイッチと、あ、やばい、いかんこれ、いかんやつ。あー、やっちゃった、もうクラブ邪魔オフスイッチ押せないあー、いかん。よし、いけない。あ、マグナムキーラーも地味に使用するんですよ、あれ実は。よし、行きなーあー、しやっていけた。まあ、ちなみに、まあ、ここはね、演出ってことだよね。まあ、月を入れた方がいい。まあ、こう、月を入れることによって夜になるんですけどね。あと、こう、スネークブロックも新要素。さあ、こう、月を取って、あー、月を取りたい。お前、月を取りたいんだって、こっちは。取らせろ、月を取らせろ。おい、月を取らせてくれ。頼む。月を取って殺したいんだ。あの、月はですね、なんか、味方なんだよ。クソ取れなかった。はい。まあ、皆さん、ぜひ撮ってみてください。そんで。あれ？え？え？嘘じゃーん。なんでだよ。お前。嘘だろ？中間ポイントからチェック前とかあるの？こんなんだったら中間ポイントなかった方がよかったよ。この野郎。まあね。まあ自分がクリアできるからってね。やっぱ鬼畜ステージじゃないんでね。まああの、やってる人に優しいステージをね。作って意味でね、うん、中間ポイントは外しませんけど、まあいい、もうここはご利用していこう。もう紹介したから、紹介するものは紹介したから。あー、いかい。ちょ、お前はい、ヒップロップでオンスイッチ押してく。ほんで、はい、まあこれでこの無敵時間をご利用することによって、これが早く、あることで、ね、いける。よし、危ねえ。ブンブンの的を通り抜けでクリアしていく。はい、グッドジャンプ。これ、イヤーシールのバブンやりますからね。さっきやられましたけど。
月を取って取れない、取りたい、せっかく戻ってきてんだから取りたい、取れない。あ、これもしかしてそのまま場所にいたら取れるのかな。あー、月を取ってゴー。あの、月にどんな効果があるか知りません。多分効果ないです、あれ。よし、ん、職人の光栄だもん。まあ、普通に光栄ですよね。自分の身。まあ、職人のアプロスペでいいと。ほんで、まあ、コースの、あ、まあ、この辺はまあいいや。まあ、コース名はね、はい。まあ、こんな感じでね。まあ、多分今回動画のタイトルもこういう感じでやってると思うんですけど、よし。まあ、これでいいでしょ。まあ、これ以上ね。まあ、単純にね。ない。よし。コース説明。はい、OK。まあまあまあ。まあ、無難なところでね、この紹介文は。タグ。タグ？そうですね。どれだろう。まあ、ギミックは入ってますよね。っていう、ちゃんと公式がこういうタグを用意してくれるんですね。一発ネタとか、音楽とか。まあ、スタンダードってスタンダードですから。まあ、この二つでいいですかね。よし。よし、投稿。はりょっと。交際 ID HXJ5L5BRF。まあ、この動画ね。見てる人は、まあ遊んでいいでしていってくださいよ。あ、なんか手入れだ。まあいいや。はい、まあとりあえずね、まあコースも投稿したことですし、今回は、ごめん！それは、また、この！